どうもアームストロングです。はい、ということでですね、今日はこちらです。じゃーん、やっほー、ポコダンです。ポコダンが今、まあ、見てわかる通り、私アームストロング、月に行った人もアームストロング、別人だわ。まあ、そんな感じでポコダンが、まあ、4月の20日から5月の8日まで、まあ、あのハガレンコラボということで、今日はハガレン のコラボということで、ここだんのね10連ガチャをやっていきたいと思います。はい、で10連ガチャやるにあたって星5が出たら、まああのね、自分があの全然関係ない、あのこの動画マジむちゃくちゃなんだよ、本当にむちゃくちゃなんだけど、あのね、まあ、星5が出たら肉を食べるっていう意味がわからない意味がわからない。しかもドン・キホーテで水星でこれ買ってきましたからね。ほんと何なんだよこれマジで、なんて日だ。で今回挑戦するのはこちらです。コラボキングブラッドレイ。うん、これやってみるか。おお、すごい、あすごいねマジで。あ、ほんとハガレンコラボなんだ。もう敵も、じゃあ行きたいと思います。ドゥ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 っと、あ気持ちいいね、やっぱり、やっぱここなんで、これが気持ちいいんだよな本当。あ、どうやって行こうかな。うわかっこいいな、すごっ。マジすげえ、なんだこれ、めっちゃ強いじゃん普通にかっこいいんだけど。あ、ボス来ました、ボス、ボス来ましたね。よし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 、どうしよう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 。やべ、ティオ君から LINE がすごい来てる。筋トレについて教えてほしいってティオ君ちょっと待ってくれ、今俺案件の仕事中なんだ。いいね、うわ、いい、気持ちいいなマジでこれ本当に。うわ、やばい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 、どうしようどうしようどうしよう、この感じでいいのかな。でも普通に気持ちいい。俺もねこれ以前チラッちょっとあの手つけたぐらいで、久々にここのやったんですけど、気持ちいいねこれ、音が。これいこう、これやばい、これすげえやつだ。うわ、なんか来た、お、すげえ、お、めっちゃすごい技だぞ。お、やばいやばい、これすごいね。うわー負けた、うわ負けた、うわでもめっちゃ面白いこれ、すげえ黙っちゃったもん。思います。え、ガチャ行きたいと思います。10連ガチャ、はい。でこれで星5が出たら俺は肉を食べると、はい。で星5がエドワード・エルリック、あーこれ知ってる、エドワードさんね。なんか右腕がなくなっちゃったんだよね。でなんか「あれから一番」ってそれヌーベイや。そしてスカーさんね、あーいい感じの、あお、この人めっちゃ好きなんですよ。 YouTube であのやたら敵を燃え尽くすっていうシーンが出てて、あこの人か、ロイ・マスターがなんかこうやってやるとなんかバーンって燃えるやつね。あーそしてこいつアルフォンス・エルリック、そして泉カーディス、俺知らない、俺分かんない、あはははは似てるあはははははは似てるじゃん意外に。え、待って、意外に似てるんだけど、アレックス・リー・アームストロング、うん、これ出したいな。スキルが壊して作るだからね、まあ本当筋肉だよね、破壊して再生させるみたいな、本当筋破壊してまた筋合成するみたいな感じでさ、本当筋肉好きなんだろうな。いいな、欲しい、なんかすごい共感する部分がすごい多い。よし、じゃあ行きたいと思います。あ、ここは引っ張るんだ。
いきます。お、めっちゃ出た、めっちゃ出た。頼む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 。お、出た、激励。あ、これあれじゃん。え、来てるじゃん。あ、これあれ、あ、でもダメなのか。あ、これいいぞ、これ絶対これいい。お、出た出た、マシンヘアルモセルリック。これ絶対いいやつだよね。あ、来た来た、俺来たダメだ、待って、俺やばい、普通にこれツボすぎてちょっとあの撮影できない、何もあの言葉言葉出てこない。やばい、ここにもう一個つけとけばよかったな。あー、これ微妙だね。あー、あ、レアか。あ出た、また俺が出た。あ、でも来ましたね、アルフォンス・エルリック。これ結構いいよね。うん、スキル、今度は僕がぶち切れるって。誰がぶち切れてたんだろうね、最初にね。それで俺も切れなきゃみたいな、うん、そんなイメージだと思う。で、壊して作ると、うん、我が拳の前では無意味ですぞと。やっぱ拳系なんだね。うん、肉体派でやっていくんだと思います。いやー、よかった、星51個出て。じゃあね、肉を食べたいと思います。意味わかんねえよこの動画、大丈夫か。じゃあ肉を食べたいと思います。はい、ではね、まあエルリック出たんでね、エルリック肉ということで食べたいと思います。いやー、一応ね、星5が出たらご褒美ってことで、鶏の胸肉しか、もうね、1週間ぐらいずっと鶏の胸肉だったんで、初めてね、この豚肩ロース食べるんで、意外にちょっとテンション上がってます。はい、じゃあ焼けるまで待ちたいと思います。塩で、胡椒、これぐらい、あ、うまそうだな、意外に。うまそう、普通にうまそう。普通にうまそうで、普通にうまそうなんだけど、普通にうまそうで意味わかんねえこの動画。なんでガチャで、ガチャ回して星5出たら肉食うんだよ。やっぱガチャ後の肉は最高だね、マジで。よし、食べたいと思います。いや、でもマジでここだ、面白かった。普通にダンジョンダイジェストっぽくなっちゃいましたけど、動画ではめちゃめちゃね、ほんと技とかリアルで、しかもほんとね、楽しい、あの指でなぞっていく感じが、音もいい感じだし、すごいハマると思います。癖になるゲームっすね。でキャラがやっぱいろんなキャラいるんで可愛い。でハガレン好きな人はめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。では勝利の星5出たということで食べたいと思います。うまい、やばい。久々に鶏の胸肉以外の肉食うってうまいわ。大丈夫かなこの動画。うん、うまい。うまい。で、まあ、ここなんですけども、まあ、4月20日の5月8日か8日までそのハガレンコラボやってるんですけど、その期間中に、まあ、あのログインすると、アルフォンスの兜っていうアイテムがもらえるみたいなので、まあ、ぜひね、本当、まあ、なんかやってないアプリとか、なんかその片手間にやるアプリがないって人はここだね、本当指1本できますんで、超面白かったです。はい、リズムに、なんかリズムゲーみたいな感じでしたね、僕から言わせると。で、なんかキャラクター可愛くて、なんか戦ってくれるみたいな、すごいお手頃にできる楽しいゲームなんで、まあ、ぜひやってみてください。ということで、ありがとうございました。なんて日だ。